どの人だろう。この人じゃね。秘密のメニューを注文しなくちゃ。まあ3回やればどの道で起はするんだけど、まあちゃんと王道でね戦っていこう。ポケモンのレベルも上がるし、リングマだ。隣の子危ないよー。うわ、全然あれなんだな、同じ特性になるやつか、仲良くするって。そんなことなかったわ。物理下がったら、まあエレキボール連打でいいかな。特殊技で攻めていこう。リングマのお腹の丸に当てていこうぜ。ちゃんと電光石火、これ倒しきれるはず。まずい。はい、こっちはやられた。おい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 、波いるか、きついよな。さすがにニャオタロスでゴリ押していくか。やっぱノーマル相手はゴリ押していいんだよな。とりあえず電光石火で倒しきろう。どうせ2体目もいるでしょう。お、いなかった。何人前だ？何人前だ？その情報だけ教えてくれ。は、待って、階段に囲われた暗闇？ここじゃね？大文字。待って、もう一人いるな。何人前っていう情報があるもんね。あ、こいつだ。最後の一人。戦っていくぞ。学生ね。ノコッチだ。ノコッチって進化するんか、こいつ。もしかして、本作でもらった？なんでこんな擦られてる？とりあえずトリックフラワーでいっか。お、なんか同じ顔の人間が二人。お、ノコッチをひょって見て、通り過ぎてったか、あいつ。かわいそうに。哀れんでいったな。よし。これでヒントがすべてもらえる、揃うはず。青い鳥ポケモンの声。鳥ポケモンがいたわ。イキリンくんが喋る。喋るよ、喋るよ。これ2回ってこと？つまり。2回繰り返してるよね。あ、2人前って言ってるわ。ありがとう、イケニンコ。じゃあこれで情報は全て揃った。一旦セーブ挟むか。これヒントは揃ったからな。じゃあ秘密のメニュー注文しちゃいましょう。焼きおにぎり、焼きおにぎり2人前、大文字、レモンだね。焼きおにぎり2人前、大文字、レモン。びっくり出た。焼きおにぎり、大文字、レモン添え。なんだ？奥の襖が開くんか、これもしや。違ったー。え、今までそこにいた人たちは何だったんだ？幻想？ジムテストクリアです。よっしゃー、よし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 。まあじゃあここもサクッとクリアしちゃおうか。誰がでもあのやっぱコックの人かな。非凡サラリーマン、ジムリーダー青木に挑みますか。挑みます。サラリーマンなんだ。ヒントを教えてくれた人だ。全くわからんかった。チャンプルジム配属。さあ行こう。いいね、盛り上がってきたよ BGM を。
お世話になります、青木です。内藤さん、よろしくお願いします。なんか、それっぽい横並び立ててるだけな気がしなくもないけど、やっていきましょう。どっからともなく現れたモンスターボール。ネッコアラ。初手ネッコアラ。複合タイプないよね。こっちノーマルタンだよね。行こう。あくびとかしてくんのかな？絶対眠り。相手は3つ。テラッサルトリックフラワー行くか。やっぱこの技が強いから、等倍で通るんだったらこの技をこすっていきたい。こっちは最初からクライマックスです。トリックフラワーどんくらい入る？倒しきれるか。お、倒しきれる。猫原人形みたいでめちゃめちゃ可愛いな。いいね。おたけびあげている。お、ドクドク来た。スペースがマジでないんだよな。まあ、ただこの中で一番使ってないのはメガホンホンなんだよね。メガホンサヨタンするか。独自面タイプで別にメガホンいらんしな。いら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 。ノココッチ？何それ？ノコッチの進化系ってのはわかるけど。マジかよ。え？なんか、一つ増えただけじゃね？まあいいや、トリックフラワー、押していくぞ。地面とか追加されてそうだけどな。だとしたら効果抜群。等倍だった。麻痺だ！蛇睨み。ギロリ。ギロリで麻痺って、ただここ電光石火があるから、ここは押せる。あ、間違えて切り裂く押しちゃった。待って、S 半分でも、ノコッチの方が遅いのか。ノココッチの方が遅いのか。やっぱ、結構擦られてるからあれかなって思ったけど、やっぱもらってたね。ラストしれっと無垢ホーク出してきやがるな。ここは大回転に任せよう。ただ、相手もテラッサルしてくるから、なんか、ここの料理の特性が、テラッサルのタイプを変えるっていう話だったので、なんでサイドスローなんだろう。それが気になりますね。タイプ変えられたらちょっとムクホークの弱点つけないかもしれない。シンプルにノーマルに変えてくるって感じか。どっちだろうな。あれ上司もしかして。そんなこともないな。めっちゃ笑顔。ええ、あ、人がいっぱい来た。子供たちが応援してる。子供だけじゃないけど、子供たちが応援してる。いいよ、こう、トリポケ同士で相まみえてるのもいいよ。青木さん、勝つぞ。テラスタイプ次第だな、これは。飛行ならこっちのもんだけど、ノーマルだったら、まだわからんね。ノーマルか。ノーマルっぽいな、白いし。だから別に効果は抜群じゃないんだね、これは。うわぁ、盛り上がってきた。この BGM マジで好きだわ。社会人お得意の技。から元気。やめろ。やめてくれー。から元気、いってぇな、めちゃめちゃ。まだから元気る、あれじゃないでしょ。向こうが早いから、レキボール遅いんか、もしかして。スパークの方がいい。いや、そんなこともなかったな。から元気でノーマル技だよな。大回転やられちゃった。これテラッサルしてるやつってもう一回出してもいけるんか。ちょっと行ってみようぜ。逆にあいつ今飛行技使ってきてないからノーマル技で激押してる。あ、一回引っ込めてもいけるんだ。めちゃめちゃ強いじゃん。あ、使ってきたわ。いや、でも耐える。ここだ、ここ、ここでトリックフラワー。よし、当ててくれた。でかすぎる、これ。効果今一つじゃなくなるからね。よし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 。よう頑張った。
よーし。いいね、おたけび上げている。一杯食らわされましたぞ。食わされましたね。よし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 。渡すのですが。お、一緒にご飯。いいよ。いただきます。めっちゃ食べるやん。しかも焼きおにぎりじゃないんかい。なんでただのおにぎりを食べとる？これレベルの数、レベルじゃねえよ。バッチの数なんだね。レベル N10 までのポケモンを2個命令出せるやつ。から元気だ。状態異常ね。出社していった。青木さん出社でーす。お疲れ様でした。退社な気もするけど。なんだ？ネモか。まさかまたバトル？出た。あー、なるほどね。次勝負か。笑顔で見送っていく。ん？なんか今出たね。食堂の店員さんと話そうって書いてあった今。店員さんっていう文字しか見えなかったけど、多分そうだよな。やっぱそうだ。宝食堂の店員さんと話そう。宝食堂ってこっちか。あれだ。やべ。お、思いがけず見つけてもった。店員さんというと、なんかくれるんか。こんにちは。はい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 。なるほどね。普通にかけそば。うまそう。え、終わり？あ、いた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 。テラスタイプをチェンジするかいって言ってるわ。テラピースっていう材料は必要。へえ。なるほどね。50個？何個いるの？テラッサルポケモンが倒れたとき砕けたテラッサルジュエルがマリン結晶化したもの。で、テラスタイプのやつを食べさせると、まあ、ノーマルに変更することができるって感じなんだ。なるほどね。まあ、今はいいや。ありがとう。ここじゃ大事な街だね。テラスタイプで敵の効果抜群技を避けるとかもやるだろうから、今作は。素材集めも大事になるんだろうな。何これ？メロンパンが進化した姿だ、これ。デデンネもいるんだけど。まあ、それはさておき、行ってないとこどこだ？あ、ここまだ行ってないよね。スターダスト大作戦やるか。多分、この辺のレベル感だったらまだまだ余裕で行けるはず。なんなんちょっと戻るしな。奥に行くのは若干危険だけど。待って待って待って。あ、でも見えるか。わざわざマークつけなくても行けるよね。スターダスト大作戦、頑張っていこう。なんか、より警戒してるよみたいなこと言ってたよね、そういえば。どれ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 。マジでダサいな、このメガネ。悪組なんだ。フェアリーだ。フェアリーか格闘かって感じか。じゃあ勝って中入れてもらいましょう。まさか一人ずつかこれ。闇カラス、大回転にしとけばよかったな。ニャオタロスだ。まあ飛行誘発できるからトンボ帰りで戻ってくか。倒せたわ。あ、お疲れ様でした。ニャオタロスのパワーで激ゴリ押しって感じになっちゃってるわ。もう一人も戦うんか。お、あとは先輩よろしくって言ってる。さよなら、下っ端さよなら。かなり態度悪いんだよね。500な。おお、引き分けがいいというか、なんというか、仕事だけして帰っていく感じだ。ロトロトロト。スターダンク組チームセギン。なるほどね。
はい、わかりました。悪タイプか、これポケモンどうしような。